サッカーにおいて審判は公正なジャッジで試合を裁く役割があります。判定に私的な感情を挟むことは許されず、片方のチームに肩入れするなど論外です。しかし人間が審判を務める以上、時には見落としによる判定ミスや故意としか思えないひどい誤審も起こるのがサッカーです。そこで今回はサッカー日本代表戦で起きたありえない衝撃の誤審6選を紹介します。動画を見た後にぜひ怒りの声をコメントに書き込んでください。2007年に行われた4カ国トーナメントにおける中国戦は、日本代表の歴史の中でも本当に見るに耐えない試合でした。中国のラフプレーは以前からひどい部分がありましたが、それに拍車をかけたのが本大会の審判。中国が参加しているにもかかわらず、全試合で中国人が審判を担当したことで無法地帯に。前半には安田道弘が中国選手の激しいスライディングに倒され、ブチ切れた安田は立ち上がって中国選手を手で押しのけるのですが、なんと安田にイエローカードが出されます。さらに菅沼実が右サイド裏へのスルーパスに抜け出してオフサイドの判定になりますが、リプレイを見ると明らかにオフサイドではありません。副審まで買収されています。さらに後半にはリー・タタナリが膝蹴りスライディングに刈り取られ、その後に谷口博之も足首を刈られます。どれもかなり悪質なファウルです。一方で日本は左サイドで田中裕介が相手選手に体を入れただけでファウル。さらに田中は自陣ペナルティーエリア内でボールを奪った際、中国選手に明らかに蹴られているのになぜかノーファール。本当に地獄のような試合でしたが、日本はなんとか0対0のドローに持ち込みました。試合後、反町監督はこんなレフェリーの祭壇の中でゲームをやったのは初めて、今度は中国とのゲームじゃないから審判もイーブンにやってくれるなど、不可解なジャッジに苦言を呈しています。これには11対14でよく引き分けたな、副審オフサイドのルール知らない説、ボールより人を蹴りたくて草など、中国のラフプレーと審判のジャッジにファンも激怒。こんな状況の中、日本のために戦ってくれた選手には尊敬が止まりませんね。日本代表の歴史でも史上最悪の試合とも呼び声高いのが、2008年に行われた東アジア選手権の中国戦です。16分に日本は山瀬のゴールで先制しますが、そこからは中国のラフプレーと審判のジャッジに苦しめられます。42分には中村健吾が体を入れてボールを奪うと、中国選手は中村に後ろから抱きつくラグビーディフェンス。さらに44分にはボールをキャッチした奈良崎にわざと遅れてぶつかる人格を疑うプレー。止まれなかったとしてもジャンプでかわせたはずです。そして54分、中村の絶妙なスルーパスに抜け出した安田が相手ゴールキーパーと1対1のチャンスを迎えると、安田がシュートを放った後に遅れて飛び蹴りをかます相手ゴールキーパー。安田は負傷退場し、相手ゴールキーパーにはイエローカードが出されますが、一発レッドが適正で審判の判定はぬるいと思います。73分には遠藤が蹴られますがノーファール。80分には日本の選手が2人連続で削られますが、これもノーファール。極めつけは88分、田代がダメ押しの2点目を決めるもオフサイドの判定。リプレイを見ると確かに日本選手の一人がオフサイドポジションにいるものの、プレーには全く関与していませんし、田代は全然オフサイドではありません。さらに後半アディショナルタイムには鈴木が相手選手に押されて倒れたにもかかわらず、なぜか鈴木のファールに。この判定には実況席もと驚きを隠せず、 200% 中国のファールですとコメント、理解不能です。またこの時主審は満面の笑みで鈴木にファールの判定を下していますが、笑顔がうざすぎて吐き気を催すレベルです。それでも日本は序盤のリードを守りきり、1対0で勝利。この試合の内容に関して、中国、ボールと日本人の区別つかなくなってきてるの草。中国だけファールし放題プランでお得、など、ファンの怒りが伝わってきます。ラフプレーと無能審判が重なると本当に地獄ですね。これで選手生命に関わる怪我でもしたらどう責任を取るのでしょうか。一度考えてほしいです。というか、二度と審判しないでほしいです。日本代表の歴史の中でも第5審と名高いのが2011年アジアカップのシリア戦です。日本は34分に本田が右サイドを突破してクロスを上げると、香川がドリブルからシュートを狙いますが、相手ゴールキーパーがセーブ。そのこぼれ球を松井大輔が回収し、体を張った見事な落としでシュートスペースを作り出し、走り込んだ長谷部が先制点を奪います。そして1対0のまま迎えた69分、シリアの速い攻撃をなんとか防ぐも、長谷部から川島へのバックパスが緩くなり、マルキに狙われます。なんとか川島が先に触るもミートせず、
クリアボールはゴロに。そのボールを今野と競り合っていたアルハティブが前に蹴り出すと、ボールを確保しようと飛び込んだ川島がマルキを倒してしまい PK の判定になります。川島がマルキを倒したプレーは確かにファールかもしれませんが、副審は旗を上げていますし、パスを受けようとしたマルキは明らかにオフサイドポジションでした。オフサイドの時点でプレーが止まるはずなので PK 判定には疑問が残ります。当然選手たちも審判のジャッジに納得がいかない様子で、大勢の日本選手が主審に抗議。しかし判定は覆らず、 PK の判定に加え川島にはレッドカードを提示。主審は直前のプレーはアルハディブのパスではなく今野のバックパスのためオフサイドではないと判定。これには川島もブチギレ。この PK で同点に追いつかれた日本ですが、80分には岡崎が相手ペナルティエリア内で倒されて PK を獲得。これを本田が決め切り2対1で勝利しています。この岡崎のファール判定もかなり怪しく、 PK にはならないことの方が多そうなプレーです。これは主審が自身のジャッジが誤審の可能性があると判断し、バランスを取るために日本にも緩い基準で PK を与えたという説も。これには最終的に日本にもシリアにもクソ審判認定されてそうで笑う、主審シリアに肩入れしてると見せかけてただの目立ちたがり屋説など主審をネタにするコメントが多く見られました。余談ですが、主審への抗議の際、本田は後ろに手を組んで抗議しているのですが、その様子が休み時間に友達に話しかける女子高生みたいで可愛いです。先ほどのシリア戦のジャッジもひどかったですが、見間違えてしまったと言われれば腹は立ちますが筋は通ります。しかし2012年に行われたブラジルワールドカップアジア最終予選のオーストラリア戦の主審は意味不明です。3分にはスライディングしながらボールを収めようとした相手選手がその勢いのまま本田に突っ込み、接触直前に足を上げて明らかに故意に本田を倒します。レッドカードが出てもおかしくないプレーですが、イエローカードすら提示されません。しかしその後は日本、オーストラリア両チームにイエローカードを提示しまくる謎ジャッジ。64分には栗原が先制点を奪いますが、その5分後にはオーストラリアのコーナーキックの際、わずかに相手選手を手で押さえつけた内田篤人にイエローカードを提示し PK の判定。あまりに唐突な PK 判定に驚きを隠せません。ファールされた相手選手ですら自分がファールされたと気づいてない様子でした。そしてこの PK で同点に追いつかれた日本は、さらに88分、オフサイドポジションにいた相手選手と栗原が接触して同時に倒れるも、なぜか栗原に2枚目のイエローカードで退場となります。これでカードを出すくらいなら前半の本田への悪質スライディングにもカードを出すべきです。極めつけは後半アディショナルタイム。日本は遠藤、清武、本田の見事な連携から相手ゴール前に侵入しようとするも、本田が倒されて絶好の位置でフリーキックを得ます。時間的にラストチャンスですが、キッカーも遠藤に本田と申し分なし。審判に苦しめられたけど、この一発で決めて勝利を、日本中が祈る中、なんとボールを蹴る前に試合終了のホイッスル。フリーキックを蹴る前に試合が終わるなんて聞いたこともありません。この審判の不可解なジャッジですが、両国に累積イエローカードを積んで中東諸国との対戦の際に不利にするためなど、さまざまな考察がされており、さらには新しいイエローカード買ったばっかだから使いたかったんだろう、カードをポケットから出して透明ビニールから新品のカードを出すところ見たかったなど、主審の不可解なイエローカードラッシュに批判を通り越したネタコメントが集まりました。アジア最終予選の審判レベルは毎回問題に上がりますね。審判のレベルをなんとか向上させてほしいところです。現在は多くの国際試合で採用されている VAR ですが、本格的に導入され始めたのは2018年頃からであり、それまでは判定が難しいプレーも主審のジャッジに一任されていました。そこで次に紹介するのは、 VAR があればと悔やまれるロシアワールドカップ最終予選の UAE 戦です。この試合の主審は賄賂を積まれてるのかと疑うジャッジを連発。10分には日本が本田のゴールで先制するも、17分にマブフートが倒れるとほとんど接触がなかったにもかかわらず、ドリブルに対応していた吉田にイエローカード、さらにこの謎ファールで得たフリーキックを直接決められて同点に追いつかれます。その後は両チームなかなか決定機を決めきれず、1対1で迎えた51分、ハマディが日本ペナルティエリア内でボールをキープ。日本は酒井、香川、大島の3人で取り囲みますが、ボールを奪いきれず、ハマディが突破を試みた際に大島の足がわずかにかかって PK の判定に。この PK をハリルに鮮やかに決められて逆転されます。ここからさらに判定に泣かされたのが日本代表。67分には得意のドリブルでゴール前に侵入しようとした宇佐美を相手ディフェンダーが手でがっつり押さえて押し倒しますが、ノーファール。
大島の足がちょっと引っかかったくらいで PK にするならこのプレーも取ってほしいです。さらにひどいのが76分、日本はクロスボールを本田のヘディングで折り返し、浅野がシュートを放ちます。相手ゴールキーパーが何とか手でかき出すも明らかにラインを越えているように見えます。実際リプレイを見ても明らかにラインを越えており、 VAR さえあれば確実にゴールが認められていたと思います。結局日本は判定に苦しめられ続けて逆転できず、1対2の敗北。これには VAR があれば何もかもが真逆に働いたはずなのに悔しい、 PK やたらうまくて草などのコメントが見られました。自分も当時リアルタイムで見ていたのですが、理不尽な判定と PK のうまさにイライラしてジタバタしていた記憶があります。精神衛生上良くない試合でした。 VAR が導入されても誤審が起こらないとは限らないと実感させられたのが東京五輪最終予選のカタール戦です。前半アディショナルタイム、田中碧とアブドゥリサクが交錯。田中碧は完全にボールに行っており、ボールに足が触れた後で遅れて突っ込んできたアブドゥリサクがボールに引っかかって転んでいます。田中のディフェンスは完全にノーファールですが、主審は一度プレーを止めてドロップボールでプレーを再開しようとします。これによりカウンターのチャンスを潰されてしまうので、ドロップボールでも少し不服な判定ですが、なんと主審は VAR のモニターを確認しに行きます。もう一度田中のプレーがモニターに表示されますが、やはりボールに先に触れていることが確認できます。しかしピッチに戻ってきた主審はなんと田中にレッドカードを提示。実況の松木さんも、どこがなんだよ、ボールいってるじゃないかとブチギレ。スタジアムからもどよめきの声が漏れています。さらに75分、マジードがドリブルで日本のペナルティエリア内に侵入。斉藤美月がシュートを防ごうとボールに触りますが、斉藤と接触したマジードが転倒、 PK の判定となります。松木さんも、なんだよ今のボールだろうと視聴者の気持ちを代弁。そして微妙な判定にもかかわらず、なかなか VAR を確認しようとしません。リプレイを見るとボールには斉藤が先に触れており、斉藤は遅れてマジードに蹴られている形です。しかし結局最後まで主審は VAR を確認せず PK の判定。この PK で同点に追いつかれ、1対1の引き分けとなりました。 VAR があっても最終的な判定を下すのは主審なので、主審が無能だとどうしようもないです。これには金払ってペナルティエリアでこけるだけで勝てる競技、松木さんが唯一の救いなど、主審への批判と日本中のファンの気持ちを代弁してくれた松木さんへの称賛コメントが多く見られました。こういう時に思いっきり不満をぶつけてくれる松木さんは頼もしい存在ですね。今回は日本代表戦で起きた衝撃の誤審を紹介しました。ファンからすると誤審で負けた時のイライラは半端ないですし、何より試合のために練習とコンディション調整を重ねた選手たちがかわいそうです。ワールドカップでは VAR を駆使した公正なジャッジに期待しましょう。皆さんのイライラシーンもぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。それではまた。